アンバセットは、アメリカ西部開拓時代の著名な女性牧場主で、姉ジョシー・バセットと共に無法者らの、特に、ブッチ・キャッシリのワイルド・バンチの協力者である。バセットは、エーモス・ハーブ・バセットと、メアリー・エリザベス・チェンバレン・バセットとの子として、コロラド州、ブラウンズ・パークの近くで生まれたが、ユタ州で育った、二人娘の次女であった。姉ジョシーは1874年に生まれた。 ハーブ・バセットは、妻エリザベス・チェンバレン・バセットより20歳年上で、二人は1888年前半、頃の5日にブラウンズ・パークに移った。ハーブ・バセットは、ユタ州、ワイオミング州及び、コロラド州にまたがる、収益の多い、牛の大放牧場を持っていた。彼は、ブッチ・キャシリ、ハーベイ、キット・カリ・ローガン、トーマス・エドワード・ケッチャムのような、 その時代の有名な無法者らと彼らに良食として馬や牛肉を売ってしばしば取引をした。その山に囲まれた高原性の平野はブラウンズパークがそのように知られている通り、ブッチと男らが盗まれた家畜類を放牧することを始めるずっと前から無法者らの避難所であった。幾十年間にもわたって盗まれた馬は山に囲まれた高原性の平野を通って コロラド州東部の栄える最高共同体まで追われた。アンバセットとジョシーバセットの両者は共に魅力的な若い女性で、父から乗馬術、ロープ使い及び射撃を十分に教えられていた。両者共に有名寄宿学校で総教育を受け、知性があり、自分の考えを言葉ではっきりと表現できたが、牧場生活に戻ることを選んだ。 姉妹が常に宿女であることよりもむしろ、カウボーイすることを好んだことを述べる話は多い。アンバセットは15歳であった時までに、ブッチキャシディに夢中になっていた。姉ジョシーは、LG レイに夢中になった。無報者、ベン・キルパトリックとイル、ニューズカバーは、二人とも、ブッチキャシディのワイルド・バンチのギャングの後期の構成員で、あったが、彼らも、姉妹とデートをした。 初めてバセットを無法者らに触れさせたものは、これらの交友であった。1896年、地域の牛の富裕な実力者らが、幾人かバセット家からバセット牧場を購入しようと試みた。バセット家が拒むと、実力者らは、家畜泥棒を始めた。今度は、アンと姉女子が彼らの家畜を盗んだ。これが確執になり、その結果、牛カイラは、 犯罪者だと思ったものを取り扱うために、殺し屋トム・ホーンを連れ込んだ。ホーンはその間に、知られた泥棒らを、幾人か選んだが、バセット家の人々に対して行動は取らなかった。彼はまた1900年に、家畜泥棒二人、イサム・ダーートとマット・ラッシュを殺したが、二人は、バセット家と交際していたことが知られていたが、これは、バセットの隣人らとの葛藤とは関係はなかった。 1896年までに、ジョシー・バセットは、キャシディの親友である、LG レイに強く熱中していた。ジョシーはまた、18ヶ月の刑から釈放されて間もない、キャシディに夢中であったが、その間、アンは、ベン・パトリックに夢中であった。LG レイが、モード・デイビスという女性と関係を始めたとき、ジョシーは、ウィル・ニューズ・カーバーに夢中であったし、アンは、キャシディとの関わり合いに戻った。 二人姉妹は、無法者らとの関係を通じて、また無法者らに、牧場から牛肉と、新鮮な馬を供給することと交換に、売れと自分たちに圧力をかける一部の牛カイラに対処するのに、キャシディと彼のギャングから助力を得られる立場にあった。この助力は、嫌がらせをするために雇われたカウボーイに、無法者らからの応報を恐れて、そうさせない、抑止物であった。ワイルド。 バンチギャングの構成員のうちで、おそらく最も恐れられたキットカリが、牛カイラに雇われていると知られる幾人かのカウボーイの元を一回訪れて、彼らにバセット家の人々を放っておけと警告したという噂さえあった。それは確認することはできないが、裕福な牛カイラの組合との問題は1902年、なってかなり経ってまで続いたが、1899年後半までに、 問題は稀であったし、牧場を売るよう姉妹にかけられる圧力はほとんどなかった。バセット姉妹とギャング構成員などの両者による恋人の見たところ耐えざる変化にもかかわらず、これの結果として敵意があるという報告はないし、そういうものであるという容認された方法に過ぎないようであった。姉妹はどちらも強力な牛がいらの組合との戦いに参加していたけれども、彼女に ジョーアン・バセットという称号を与える友人らのみならず、新聞でも最もよく知られるようになったのはアンであった。1897年前半、バセットはロッパーズ・ルースとでキャシリと一緒になった。LG レイはジョシー・バセットとの関係を終わらせて、自分の恋人で将来の妻、モード・デイビスと彼らを一緒にさせた。当時の記事によれば、バセットとデイビスは、 ロッパーズ・ルーストに入ることを許されたわずか5人の女性のうちの2人であったが、残りの3人は、ジョシー・バセット、サンダンスキットのエッタ・プレス、およびワイルド、バンチ・ギャング構成員。1897年4月までにこの女性2人は、キャシディとそのギャングが次の強盗に集中できるように、家に帰された。キャシディはいつでもバセットの牧場のそばにいるときは彼女に会って、さらに四年間、 断続的にバセットと恋愛し続けるのが常であった。その関係の前兆はほぼ7年間であったが、しばしば彼の不在によって、また1894年から在管していた18ヶ月間中断されたが、その間彼女はベン・キルパトリックに夢中であった。1903年までにバセットはヘンリー・バーナードという牧場主と結婚した。結婚後まもなく、 彼女は家畜泥棒で身柄を拘束された。彼女は後半に付されたが、無罪方面になり、釈放された。結婚は6年間続いたが、離婚に終わり、バーナードはバセットと姉ジョシーが牧場を経営するのを手伝った。1904年までにバセット家の娘らと関係した武法者の大部分は死んだか、あるいは法執行者によって捕らえられていた。アンバセットは、 キャシディが南アメリカに向けて出発したい後、一度も彼に会わなかった。より知られていないギャングから他の幾人かの無法者が通例、牛肉または新鮮な馬を入手し、数日泊まる場所を得るために飲み、牧場にふらりと流れ込み、またふらりと流れ出ていった。LG 霊は出所後間もなく、1906年に牧場を伝えられるところによれば、訪れ、 それから、カリフォルニア州に移り、そこで死ぬまで立派な実業家として生活を送った。ハーブ・バセットは1918年7月30日に死去した。アン・バセットは1928年に失い、フランク・ウィリスと再婚した。夫婦はユタ州に泊まり、そこで牧場を経営した。彼女はそこにその後死ぬまで泊まった。ウィリスは伝えられるところによれば、 彼女をこよなく愛したし、二人は緊密に協力して仕事をした。彼女は死ぬ前に仮装にすることと異物はユタ州北部の故郷中に巻くことを求めた。しかしながら、ウィリスは彼女の死に深く悲嘆に暮れたと言われており、死ぬまで自分の車の中に彼女の遺骸を取っておき、仕事を完了できなかった。彼が1963年に死んだ時、 友人らと家族が彼女の遺体をブラウンズパークの某地域に埋葬した人々であった。アンバセットはしばしば実際はエッタプレイスであったことで避難されてきたが、エッタプレイスは三段ンンスキットの恋人で彼の死亡後間もない1909年からすべての公的記録から不思議なことにその姿を消した。これらの推測によればバセットは アンバセットとしてキャシリとデートをし、エッタプレイスとして三段ンンスキットとデートをする二重生活を送った。これはつまり、こういうことになる。彼女は見たところ十分に知りながら、同時に無法車両者に夢中になったが、1900年までに二人のいるところでは彼女はエッタプレイスという名のみで通した。アンバセットとエッタプレイスは互いに相手を知っていたであろうし、 伝えられるところによれば、同時に、ロッパーズ・ルースとの隠れ家にいたことが一回以上ある。ピンカートンの報告書では、女性二人両者について、ほとんど同一な記述をし、古典的な美貌、ハキハキした物言い,い、知性、同じ毛髪の色を上げ、両者共に、ライフル銃の扱いが上手で、馬に乗ることを記述し、両者共に、幾人かの恋人と、見境なしに関係することを記述した。 フレースの最も良い神聖な写真をバセットの最も良い写真と比較すると、この二人の女性は人違いをされることもあり得た。両者ともに可愛らしく、顔の目鼻立ち、毛髪の色及び体格はよく似ている。マイケル・ラッターズの著書、バッドガールズは、バセットがどれくらいしばしばより強要のあるように見えるために、ニューイングランドなまりを装っていたかを詳しく述べている。同様に、 プレースは自分は東海岸の出身であることを示していると言われたが、ただし彼女は正確な位置を決して明らかにしなかった。ロスアラモス国立研究所のコンピュータ研究グループのトマス・ジュイ・カイル博士は以前政府情報機関で多くのそういう比較を行っていたが、エッタ・プレースとアンバセットの写真について一連のテストを行った。それらの顔の増産は一致するし、 両者とも全額の上端に同じ傷跡あるいは立ち毛がある。彼は二人が同一人物であることに合理的な疑いはないと結論付けた。著者で調査者のドリスカ・レンバートンは、その1992年の著書、クイーン・アン・バセット、エイリアス・エッタ・プレイスで、バセットが歴史的記録にいないとき、プレイスはキャシリ及びサンダンス・キット。 ハリー・ロングボーと共に活発に旅行しているし、プレースが歴史的記録にいないとき、バセットは目に見えることを示す。しかしながら、バートンは、エッタ・プレースが南アメリカにいたことが知られているときと同時に、バセットが合衆国にいたことを示す。文書によって裏付けられる実例を説明しなかった。1903年に、プレースがキャシディ及びロングボーと共に、 南アメリカにいたのに対して、バセットは、家畜泥棒で、ユタ州で身柄を拘束されていた。なおまたその上に、彼女はまた最近、結婚した。他方でプレイスは1902年8月、ロングボート、南アメリカに向けて出発していたし、合衆国に、特に、ニューヨークシティに戻ったのは1904年の夏であった。その期間中、バセットは結婚し、収監され、 後半に付され、1903年に数ヶ月間に渡って釈放された。最後に、バセットは、回想録においてさえ、エッタプレイスであると、全く主張しなかった。ありがとうございます。